こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。特典航空券の使い方とかね、あるいは LCC を組み合わせて、まあ、安く世界一周できるんじゃないかと、えー。世界一周のチケットね、組み立てたらね、プランがすごいめんどくさいのと、えー、結構自由度がないなと。ね、確かにマイルは貯まるし、世界一周終わればね、上級会員にはなれるんでしょうけど、まあ、長く、長い日程で世界一周する場合にはね、 帰って不便だなと思いましたで、行きたいところをね、中途半端な特典航空券とか、あるいは LCC、あるいはね、お得な航空会社を組み合わせると、まあ、結構ね、まあ、別にまとまった世界一周航空券なんて買わずとも、えー、世界一周安くできるんじゃないかなというのでね、ちょっとプランを考えてて、その中の我ながらこれいいなと思ったプランをちょっとご紹介したいと思います。まあ、行き先はね、えー バンコクとそれからハノイ、ベトナムのハノイでね、あの変な形の海の岩を見に行くというプランなんですけど、まず、片道航空券でね、えー、海外で取れるところと取れないところあります。で、えー、ピーチ、ピーチはね、これね、片道航空券取れて、乗るときにね、えー、ちゃんと日本まで帰ってくるというチケットを持ってれば、他のぐるっと回ってね、他を持ってれば問題ないんで、その、 今回はユナイテッドの特典航空券とピーチとカタール航空とそれからデルタの特典航空券でバンコクとハノイに行くプランですまずこのピーチがバンコク駅のチケットね片道で変えてこのプライムピーチっていうのにすると非常席の前を指定できます LCC ね座席狭いんですけどまあ非常口の前ならね足も伸ばせるし 全然まあ、えー、5時間弱のフライトだったら問題ないということで、えー、ピーチで沖縄から、えー、バンコクにまず行きますまず行きますじゃないですね沖縄までユナイテッドの特典航空券で、えー、東京からだったら8000マイル、えー、それでまず沖縄に行ってその後ね沖縄に滞在するのか沖縄はねそのまま乗るのか、えー、まあ夜初ですからねそのまま乗るってことも可能なんで乗ってまず えー、バンコクに行きますで,バンコクで、えー、1週間滞在してその後、えー、ハノイに行きますでハノイにはカタール航空使えますカタール航空ね4180バーツ大体、えー、いい1万5千円弱ですね1万3千から1万5千円ぐらいですかねでこのねカタールのこの飛行機、えー、777ね、えー、カタール乗ってみたいなということでね カタル乗ります便によってはねねこれ、ね、A350 の飛行機も飛んでます。で、えー、ハノイから帰ってくるのは中途半端に余っているデルタの特典航空券、ね。エコノミーだと2万2500、ビジネスは4万。でねえー 今ね、私自身は3万8000マイル弱あるんで、4万マイルのビジネスでね、で不足分の2700マイルを買えばビジネスにできるんで、ビジネスにしようかなと思ってます。で、これはなんと飛行機はね、A350-900、A350-900 ね、体験するだけで、えー、ビジネス体験するだけで乗ってもいいなってぐらいの、えー、ちょっと興味あるんでね、えー、このプラン、ちょっと。 やってみようかなと思ってます。い、まあ、ける日程があればですけどね。そうするとね、まず、ユナイテッドのマイル、8000マイルはあるんで、八千マイル。で、逆にユナイテッドのマイルがなかったら、いわゆる半額で今買えるんで買っとけばね、8000マイルだったら1マイル2円で1万6000円ですね。で、プラス、えー、ピーチの金額。で、ピーチの金額が1万7 8八百円。一万四4 8 0円。 そうすると、えー、1万6000円と1万3000円。3万3000円でまずバンコクに飛ぶと。まあ、3万3000円はあんま安くないんでね、えー、これはも、ま、う、あ、ユナイテッドのマイルが、えー、余っていればこそ、あるいはね、沖縄に滞在したいなというなればこそなんですけど、まずバンコクに行くと。でカタール、ねカタール1万3000円でね、えー バンコクからハノイ移動できますんで、これバンコク、ハノイの移動ね、他見ると分かりますけど、1万3000なんて便はあんまりないですしましてやね、この LCC 並みの値段でカタール乗れるっていうのはすごいお得だと思います。で、帰りはデルタ。ね、デルタの特典航空券、またね、これね、アメリカにいないと使いにくくてしょうがないですね。えー、なんか、えー、オーストラリアからの特典航空券取ろうとするとね、とんでもない金額になります。えー、このマイルがね、 1>, 1マイル1円以下の金額換算にしかならねえじゃんっていうプランが多いんですけどこのね日本初のベトナム含むアジア駅ってのは割とまともなマイル数で乗れるんでいいかなと思いますまあこんな形で中途半端に余ってる特典航空券と格安あるいはね片道で役取れる航空会社を組み合わせると結構ねあっちこっち行けちゃうんで まあぐるって世界一周回るようにね、じゃあ、今回は休みが短めだからアジア行こうかなとか、まと、あ、まとた,た休み取れ,取れそうだから南米行こうかなとか、ね、アフリカ行こうかなという組み合わせにした方がね、どっちかって言ったらね、体力的にも金銭的にも現実的かなと、世界一周航空券ってね、短期間で世界一周どうしても回りたいっていう人以外は、えー、逆に使いにくいんじゃないかなというふうにね、ちょっとプラン立ててて思いました。 ビジネスクラスを乗れるのは大変結構なんですけど、航空料金がね、一気に100万円近くとかになっちゃいまして、で、プラス、日程がね、すごい組みにくいと。で、予約変更、予約変更してったらね、何のために安くしたんなきゃいけないとか、あるいはね、プラン作ってのがね、プラン作るのは好きな私にしても、めんどくさいですね。ここは距離をオーバーしましたとかね、えなんか、え工程が多すぎますとか、あれやこれは出てね、めんどくさくなっちゃったんで、 逆に、その上級会員とかね、あるいは短期間でね、えー、日程組めて世界一周したいという人以外には、まあ、細切れで、えー、この特典航空券とかね、えー、マイルで安く手に入る航空券、あるいはね、えー、ストップオーバーとか、えー、が使いやすい航空会社を合わせていった方が、まあ、自然で、えー、日程も柔軟性のある世界一周ができるんじゃないかなと思いました。そんな形で今回は。 ね、どんだけハノイの海の競輪見たいんだって感じなんですけど、まあ、そこにどんなプランで行こうかなと思ってたんで、えー、ちょっと細切れの特典航空券と、ね、興味のあるカタール航空と、ねえー、あんまり使いたくないけど、えー、片道であまりにも安くてねこれは乗ってみてもいいんじゃないかなと思ったねピ、えーチエアでちょっとプランを作ってみました、まあ、こんな形でなかなかねこんな比較まで すする人ってあんんまりいないと思うんですけど私の場合はね旅行に行ってる飛行機の中でね次の旅行のプランを考えるとか、まあ、そのぐらいねなんかこの旅行プランを考えるのが好きなんでいろいろ考えててね、えーまあ、会員さんの「なるほどちょ,ちょうどそういう旅行したかった」というのがねいろいろアップしてたらねたまたまヒットしたりすることもあるんで、えー、思いつくままに今回は、えー、バンコクとそれからハノイ、ね、このプランでご紹介させていただきました。 旅行会社じゃないし、プラン作ってね、えー、手数料取ってるわけじゃないんですけど、えー、プランしょっちゅう作ってますんで、旅行どこ旅行行こうかなと思ってね、いろいろ作ってますんで,で、今だとね、結構ヨーロッパとか南米のプランをね、いろいろ考えてるんで、その辺の旅行行ってみたいなという方は、えー、ご相談いただければ、えー、なるほど、それは安くてお得そうだねというプラン出せると思いますんで、またね、お気軽にご相談ください。 以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。